セルゲイ・ミハイロビチ・ダリキンは、ロシアの実業家、政治家。ロシア極東の沿海地方知事、沿海地方、ボリショイ・カーメに出身。極東航海大学を卒業後、ウラジオストックで港湾労働者として働き始めるかたわら、極東航海大学に学び、1985年同大学を卒業し、大学院に進む。 1989年ナリジング社副社長に就任。1991年にはロリズ社を設立した。同社は造船業、ついで水産業に進出した。1998年宴会銀行頭取となり、2001年宴会地方知事選挙に立候補するまでロリズグループの総帥として君臨した。2001年2月5日、 エフゲニー・ナズドラチェンコ宴会地方知事は辞意を表明した。1月に心臓発作を理由に入院していたが、ナズドラチェンコの辞任は宴会地方におけるエネルギー危機によるものであり、ウラジーミル・プーチン大統領による事実上の解任であった。ダリキンはナズドラチェンコの後継を選ぶ知事選挙に立候補し、5月27日の第1回投票で、 得票率24%を獲得し、1位となった。同年6月17日の決選選挙で40.17%を獲得し、6月25日に正式に知事に就任した。2005年1月の法改正により、ロシア連邦を構成する連邦構成主体の主張は大統領の任命制になったが、ダリキンはこの改正後に就任した最初の知事である。 任期は2010年まで。夫人との間に参助。趣味はバレーボール、スキューバダイビング、釣り、狩猟。ありがとうございます。